クラブマンシリーズ決勝、今シーズンデビューの大島和也がポール獲得、水野が2番手、神谷は3番手、新チャンピオン庄司優真は6番手と出遅れた。今スタート、6番手の庄司優真、因縁の対決だよ。この2人サイドバイサイドで1コーナーへと入っていく。そうだが庄司の後ろに下がりましたか。トップ大島はスプーンのインサイドを取りに行く。インナー入った。さあ残り周回、うわー入った。庄司最終コーナーどうだ。大外側にいるのは神谷と出るんじゃないのこれ。ファイナルラップ、クラッシュという情報が入ってきました。 130R でクラッシュ、セーフティーカーが導入されたがすぐに赤旗となり、レースは5周終了時点で終了となった。結果トップを守りきった大島が嬉しい初優勝を飾った。86BRZ レース2018プロフェッショナルシリーズ最終戦、鈴鹿サーキット決勝、3度目のシリーズチャンピオンへと向かう谷口信輝。パラついていた天候も決勝では晴れへと変わり、路面もドライとなった。ポールポジションは前回の茂木を制している若干23歳の菅波東吾。 86BRZ レース最終戦、鈴鹿サーキット決勝。このレースは谷口信輝とレースディレクター影山雅彦に振り返ってもらおう。いよいよ2018年度最後の 86BRZ レース決勝がスタートする。ブラックアウトスタート。さあトップ2、いいスタートを切っていった谷口信輝、ちょっと遅れたか。横にいる小川亮の方がいいスタートを切って、小川亮が3番手に上がる模様。1コーナーに向かってサイドバイサイドでドライバーたちなだれ込んでいきます。さあまずトップは菅波東吾、2番手に坪井翔、3番手に小川、4番手に近藤翼がインガーから上がってきた。アウトサイドに谷口信輝が5番手、戻れるかというところ。戻った戻った、5番手戻りました。これですね、僕の周りはみんなダンロップなんですよ。僕ブリヂストンじゃないですか。スタートトラクション全然なくて、スタートでまず小川亮に行かれて、で2コーナーで翼を生かす予定ではなかったんですけど、全然グリップも違って全然抑えられなかったですね、やっぱりこのフォーメーション一周でのもうすでに温まりの違いがここでもう出ちゃってる。僕がねまたあんま温めなかったのもあるんですよ。なんとなく後半垂れるの分かったから、正直内圧も低めなんですけど、だから後半は僕ペース良かったと思うんですけど、もうこの時はぶっとにかくチャンピオンを取ることが一番僕の最優先事項だったんで、そうだよね、もちろん。で佐々木雅宏、そしてオリドさんにさえ行かれなきゃいいっていうのがあったんで、おっと井口と脇坂並んでおります。並んでるけどいけない。まあここのところ脇坂選手がね後半に向けて最近調子いいですよね。順位をねちゃんと安定して上がってきてるところっていうのはレースしてますよね。危ない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 。服部さんかな、このパラリング。服部さんですね。飲まれたよ、飲まれた、服部さん。もうベテランも容赦ないね、みんな。誰かが仕掛けていけなかったらその後飲まれるっていうこのパターンですよね。まあでもドラミなんかでもみんなの顔見てると、GT のドラミと全然顔が違うもんね。ああそうですね、GT の方があんま聞いてないですよね。なんかすごいもう危機迫る感じのこうね、予選とかで木端の場合どうするんですかとかね。GT じゃ言わないですけどね。言わないもんね、さあそしてなんとカーナンバー500番坪井翔にドライブスルーのペナルティ。ドライブスルー、あー王子様ここへ来てこれかい。ちくしょー、ちょっとこれね坪井翔、残念ですね。残念なんだよね。
まあ、もちろんすごいすごく速いんでね、あの GT 乗っても何乗っても F3 乗っても速いですもんね、うん、ただこの86だとそう簡単に勝てないんですよね、うん、まあ坪井もねそんなサイドブレーキを引いて、うん、あのスタートとかしたことないじゃないですかきっと、あの86以外で、で鈴鹿って下り斜面じゃないですか、まあきっとサイドブレーキ引いてると思うんですけど、そこでやっぱサイドブレーキになるじゃないとこうシグナル見ながらこうハンクラーをこう当てていくとちょっとじわっと動いちゃったのかもしれないですね。そんな感じだったよ。なんかスルッと出ちゃった感じで、鈴鹿は下り坂だからね、はい、スタンディングスタートはやっぱりだからあれですよね、みんなあのサイドブレーキがない車のスタンディングスタートって動いちゃいけないから大変ですよね、うん、どうやってやんすかあれ。あれフォーミュラなんかだと両方踏んでるんですか。でもつま先でブレーキ踏みながらアクセル煽ってた、はい、あ、うん、器用ですねそれみんな。いやでもそれやんないと動いちゃうからね、うん。谷口のさっきのタイムは2分33秒531、前よりもコンマ4速いです。さあそしてその後ろ6番手争い、デグナーの2個目、青木と脇坂サイドバイサイド、その後ろから一気に来る井口も来る、ガモン、これもしかしてここで、うん、ここだよおさるちゃん、ここだね、ここでちょっと、あ6周目なんですね。おー、なんでそこでスピンする、後ろの人よくかわしたすごいねみんなかわすの上手。すごい角度で入っていってその後立て直せなくてスピンというような感じだったんですけど、長い長い今シーズンの戦いのこれが残り1周です。小川か近藤か谷口か、130ある、いい感じにいって、うん、ここからグイッと追いついていくんで、でインガーを締めてるんでアウトからこうかぶしていくんですけど、おー、いった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 、こうね、すごい潰しにくいラインめっちゃ、おー、きてる最終コーナーからまずは菅波東吾2連勝。最終戦の鈴鹿を制したのは OTC ダンロップ86菅波東吾、前回の茂木に続き2連勝を達成。とりあえずホッとしました、あざっす。2位は神奈川トヨタ D-TEC86 小川亮、長かったですねあの後ろ翼くんだったんで信頼してバトルできたんですけど、まあ、2台最終戦で2台揃って表彰台に登れる車を作ってくれた神奈川トヨタのチームに本当に感謝してます。はい、ありがとうございました。そして3位は同じく D-TEC の近藤翼となった。そうですね、まああんまり無理しないようにして、でもちょっと前がペース上がらなかったんでちょっとどうしようかなと思ったんですけど、まあチームメイトだし、はい、まあはい、ダブルで上がれてよかったです、はい。まあ決勝スタートして、まあ、ポールからで、無事スタートを抑えることができて、ちょっとね坪井選手早かったんであのスタート、抜かれるかなとか思ってちょっと心配やったんですけど、まあ、そこを抑えて1コーナー入れて、その後は、ちょっとプッシュしてうまく逃げることができて、まあ、あの勝ちの展開に持っていけることができたので、まあ、レースの流れとしてはとても良かったと思います。イエーイ、おめでとうございます。そしてこの結果により谷口信輝が3年ぶり3度目のシリーズチャンピオンを獲得することとなった。何ですかね、最終戦のマジのチャンス、疲れるのは俺だって信じろ。何に疲れるのか言って。久しぶり。見てるだけやろ。もうポテンシャルをね、出す、もうこの車のセットを常に考えてる。くたくたですよ。だけど今関係ないやん。見てるだけや。いや、ほっとしてますよ。もちろんね、そのこのレースでも上位に来たかったんですけども、それよりもとにかく無事に終わらすことが優先で、やり遂げました。どうしない、どうし、あ、2つありがとうございます。どうすんのこれ、みんな感じホームってどっちをかぶってもね、そっちから角が立つですね。シリーズチャンピオンに輝きました、めちゃめちゃ嬉しいです。幸せです。もう本当嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。いや、1年間長かったですね。まあ、本当にメカニックのみんなも本当に苦労して、勝ち取ったチャンピオンですので、もうひときわ嬉しいです。我々としては苦しかったですけども、まあ、その気持ちを
チャンピオンになれてよかったなと、ほっとしてるのがもう正直なところです。いや非常にビッグチャンスの1年だったんですが、終わってみると悔いが残りながらも、まあ、思い切り走れた1年だったんで、非常に皆さんに感謝しております。そしてチャンピオンを取った谷口選手、そしてチームの皆さん、おめでとうございます。非常に僕個人的にも谷口がチャンピオンを取ってくれたのはとても嬉しいです。谷口さんチャンピオンおめでとうございます。谷口さんチャンピオンおめでとうございます。谷口さんチャンピオンおめでとうございます。谷口選手シリーズチャンピオンおめでとうございます。これはこれは、シリーズチャンピオン谷口の二人選手おめでとうございます。3回目あいつ、いやさすがですね。けどそういう強いドライバーがいるこのカテゴリーがすごく楽しみです。面白いです。まあ、1年間を通して、まあ、成績が非常に安定したのはさすがだと思いました。ただ、次は谷口包囲網で、みんなやっつけたいと思ってると思うんで覚悟しておいてください。今日は何言われても怒らないよ。